前に主を置いた、主を置いた、主が私の右に、主が私の右におられるので、おられるので、私は揺るぐことがない、揺るぐことがない。詩編16章8節、せーの、アーメン。今日はこの御言葉を持って、主と共にいる私という題目で礼拝していきます。今日は新しいお友達がやってきます。どうしますか、誰やろ、どんな人でしょう。絵本に出てくる、これ犬やな。そう、名前は名前はキューです。キュー、今日は犬のキューのお話をします。それ言うなら吸血鬼。名前は何だった？吸血鬼。キュー、そうです、キューです。キューはハレルヤ幼稚園に通っています。キューの性格は、性格ってわかる？みんな、優しいとか明るいとか、そういうの。キューは静かでした。静かのお友達いる？幼稚園とか保育園に。います。いますか？で、キューは静かな人います。いる？キューは静かなお友達で、一人で遊ぶことが好きなお友達でした。ある日キューはパパに連れられて野球を見に行きました。野球ってみんな見たことある？うん。野球、見たよ。そうそういうのね、知ってる。そうで、キューはこの野球場にパパに連れて行かれて行きました。で、キューはテレビの中でじゃなくてこの野球場で見たんだけど、これまでは静かな性格で一人で遊ぶことが好きだったでしょ。でもこの野球を見て、あれ？かっこいい、僕もやってみたいって思うようになりました。キューは今まで何にも興味なくてポケーっとしてる人でした。ポケーっとしてる。でも興味を持つようになりました。そして何にも興味がなくてポケーっとしてた。キューは野球の練習をしているうちに、僕はプロの野球選手になりたいって思うようになりました。その野球選手になりたいなって思うようになりました。みんなは大人になったら何になりたいとかある？はい、はい、何？僕は病院屋さんになりたいの？はい、すごい。私はキャラクター、キャラクターになりたい。何のキャラクター？プリキュア。あ、プリキュアになりたいの？そっか。こうちゃんは？俺、会社の人。会社の人？社長さん？うん、社長さん。あ、お父さんみたいな？そっかそっか、会社の人になりたいのね。そしてキューはパパやママに野球選手になりたいって言いました。お友達にも言いました。そしたらお友達とか先生は、キューは性格がどんな性格だった？ごめーってしてて、一人で静かに遊ぶことが多かったよね。だから野球選手にちょっと向いてないんじゃないって言いました。キューは病院の先生できないよ、シールだったら言われたらちょっと悲しい気持ちになる？なるね。で、でもキューは悲しい気持ちになったけど諦めませんでした。諦めんかってんて、それは神様がずっと私と一緒にいてくれて、私のことを守ってくれて、僕がなりたい野球選手の夢を叶えてくれるって信じてたからです。今日の御言葉もう一回みんな読もうか。私言ってんだよ。もうこれで読める？みんな読める。じゃあ読んでみて、一緒に読もうか。せーの、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の水におられるので、私は揺るぐことがない。
い詩編16章8節せーのアーメン。この御言葉を Q は持って毎日野球の練習をいっぱいいっぱいしました。でバットで何回もボールを打つ練習、ボールを投げる練習をいっぱいいっぱいしました。すると Q はとっても野球が強い人になりました。そして Q はずっと神様の御言葉を信じて神様に委ねていると、はい、落ちてじゃじゃーん、テレビの中に映るプロの野球選手になりました。すごいすごいよね。Q はもともとポケーとしててみんなに野球選手になれないんじゃないって言われてたよね。でもずっと続けてたよね。なんで続けれたんだった？わからないから。そう、なりたいからもあるよね。なりたいから誰にお願いした？ずっと誰にお祈りしてた？お祈りしてた誰やったかな。そうやな、神様にお祈りしてたから Q はできるようになりました。みんながもしその夢を夢はできないんじゃないって言われたら諦めちゃう？諦めないでどうする？お祈りできる？できる。こちゃん大丈夫？じゃあみんながやりたい、したいって思ったことを神様にお祈りできますか？できる。まず神様にお祈りして、神様にお祈りするとみんなにとって必要なことは神様がすべて与えてくれるって、はい、先生もお祈りしています。だからみんな神様にお祈りしながらみんなが頑張れることを精一杯頑張れるようにイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。